アリアスの塔、またはトリグラウの塔は、スロベニア北西部のトリグラウ山の頂上にある塔で、ある。トリグラウ山とともに、スロベニアのランドマークとして知られる。この塔は、ゴレンスカ地方のドブジェ地区在住の祭司であった、ヤコブ・アリアスによって、設計、建築されもので、嵐などの際におけるシェルターとして用いられるほか、 三角測量の際に利用される三角点としての役割も担っている。塔は現在は州が所有権を持ち、地元のアルペンクラブであるリブリアナマティツアルペンクラブの元で管理されている。1895年をはじめ、アリアスは上に旗がついた円筒形の塔の設計図をドブジェ地区の教区にある彼の部屋の床にチョークで描き上げ、同年の春にアリアスは トリグラウさんの頂上を計1、オーストリア・ハンガリー・ギルダーで購入した。アリアスと4人の作業員は1895年8月7日にトリグラウさんの頂上に塔の部品を持って行き、塔は約5時間をかけて組み立てられ、22日には塔の落成式が取り行われた。アリアスは後にこの塔をスロベニア登山協会に寄付した。塔の中には当初、 三台の四つアシス、サミットレジスタ、スピリッツストーブ、そしてマルコペナントが描いた塔からのトリグラウさんの風景画などが置かれていた。塔は何度か塗り替えや回収を受けており、スロベニア社会主義共和国時代には、ユーゴスラビアにおける最高峰の地点として赤い塗装と赤い星による装飾が施されていたが、それでも多かれ少なかれ元の外観の面影は、 維持されており、赤い星はユーゴスラビアの崩壊の直前に取り除かれた。1991年6月のスロベニア独立宣言では、アリアスの塔の上にスロベニアの国旗が掲げられた。1999年10月5日に、アリアスの塔とその周辺は、スロベニアの文化財に選定された。ありがとうございます。